こんにちは、ハリーです。今日は新宿にあるヒルトン東京さんのホテルラウンジをご紹介します。ホテルラウンジって高いんじゃない?って思うかもしれないんですけど、宿泊代もご飯代も入っているって考えれば結構リーズナブルで、僕みたいな食べることが好きな人にとってはかなりお得なんですよね。デートとか家族旅行で行くとすごい喜ばれるので、僕が行った中で良かったと思うラウンジを食べ物メインで紹介する動画を上げていきたいと思います。それでは早速参りましょう。場所は西新宿駅直結で、新宿駅からも歩いて10分くらいのところにあります。部屋はこんな感じです。他のホテルのエグゼクティブルームと比べると若干狭めなんですけども、ベッドとデスク、そしてソファーがあります。ヒルトン東京のポイントといえば、やっぱりこの新宿のビル群を一望できることですよね。夜になるとこれがかなり綺麗な景色になります。部屋の前に戻ってみると、洗面所とトイレ、そしてシャワールームがあります。ちなみにバスタブがあったりする部屋もあるみたいです。続いてはエグゼクティブラウンジの紹介です。ヒルトンのエグゼクティブラウンジはスカイスクレーパーゾーン、ネイチャー&パークゾーン、リビングゾーンの3つがあります。ヒルトンラウンジのすごいところは、昼からビールが提供されているところです。普通のラウンジだと、昼はソフトドリンクだけってところが多いので、ここはすっごく嬉しいポイントです。おつまみもあって、こんな感じの個包装されたクッキーとか、ソイジョイを食べることができます。コーヒー紅茶だけじゃなくて、ホットチョコレートもあって部屋に持ち帰れるので、部屋に帰る前にさっとラウンジに寄って、持ち帰るってのもいいですよね。次はお待ちかねのカクテルタイムです。僕が行ったのは2020年の夏で、カクテルタイムは夜の6時から8時までやっていました。コロナ禍なので、すべての料理が小鉢で提供されています。どれもちゃんと美味しいんですけど、あくまでお酒のお供なので、がっつりはしていないです。ヒルトンのカクテルタイムで嬉しいのが、このスパークリング飲み放題です。ちゃんとキンキンに冷やしてくれているので、すっごく美味しくいただけます。他のワインは、なんとワインマシンに入っていて、こんな感じでボタンを押すとワインが出てきます。リキュールもあるので、好きな人はこちらも楽しむことができます。次は朝食です。コロナじゃなかったら、エグゼクティブラウンジでバイキングを楽しめるんですけど、コロナの間は1階のマーブルラウンジか、部屋食になります。マーブルラウンジでも軽食でもメニューは同じで、洋食か和食で選べるので、僕たちは部屋食で洋食にしました。パン、ヨーグルト、フルーツ、オムレツ、ワッフルとかなり充実しているので、お腹いっぱいになります。部屋食は中まで持ってきてくれるので、身支度しなくていいっていうのがメリットですよね。今日は新宿にあるヒルトン東京さんのホテルラウンジをご紹介しました。おすすめの泊まり方は、お昼ご飯を軽めに済ませて15時ちょうどにチェックインして、ラウンジでお酒とおつまみを楽しんで昼休み、ホテル内をブラブラして17時45分ぐらいにラウンジに行ってカクテルタイムに備えるってすると、ヒルトン東京を1回で満喫できると思います。これからもおすすめのラウンジを紹介していくので、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次のラウンジで。